こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の冬の美人家事ベスト3というテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは結構ですねカジュアルのお話をすることが多くて、意外とですねスーツスタイルだとか美人家事っていうのはあんまり取り上げてこなかったんですね。というのも結構カジュアルなものの方が人気が高くてですね、ビジネスカジュアルとかはですねそんなに見てる方が多くないんですね。ですのであまり後者の方はお話しすることがなかったんですが、結構ですね冬のビジネスカジュアルというところで悩んでる方は多いんじゃないのかなと思ったので、今回は皆さんにこういったスタイルを参考にしていただきたいというものをですね3つ選んでみましたので、これから実例を交えながらお届けをしてみたいなというふうに思っています。まあ、最近はですねビジネスウェアのカジュアル化ということがですね結構言われているかなと思うんですが、まあ、スーツスタイルであればそこまで難しくないかなと思うんですね。まあ、一種の制服みたいなもんなのでそれを着てしまえば完成してしまうんですが、それがビジネスカジュアルと言われると一気に迷子になってしまう方も少なくないのかなと思うんですね。まあ、ビジネスカジュアルといっても何をどのように着ればいいのか、ここにですね疑問を感じている方も少なくないかなと思うので、今日ご紹介する3つのコーディネートを1つの土台としながら、ぜひ皆さんにもですねビジネスカジュアルというものを楽しんでいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですねなるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営しています YouTube のメンバーシップ動画の方がありますので、そちらの方をですね説明欄のところにリンクを貼っておきますので、よかったらチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。まあ、こちらのスタイルというのがリアルに考えた時のビジネスカジュアルの基本的な着こなしになるのかなというふうに思っています。まあ、簡単に解説をしますと、まずはですね一番外側ジャケットとボトムスに関してはネイビーのもので揃えています。両方ともセットアップという形で単品で購入できるような、普通のスーツよりもですねややカジュアル感のあるようなジャケットですとかボトムスを合わせています。もちろんビジネスカジュアルで普通のスーツをそのまま着ている方も多いかなと思うんですが、実はですねノーネクタイのシャツとかには普通のスーツよりもややカジュアル感があるセットアップの方が僕は収まりがいいかなと思ってるんですね。ですので皆さんにはですね一番使いやすいネイビーのセットアップは一つ用意してもらうと良いのかなというふうに思っています。そしてその内側にはですねストライプ柄のシャツを入れています。まあ、シャツに関しては様々な選択肢があるんですけども、白だとか淡いブルーというところがベーシックなんですが、そういったシャツを合わせるとですねどうしてもネクタイを忘れただけのスタイルに見えやすいので、僕はこういったですねストライプ柄のシャツなんかを取り入れることが多いんですね。このような柄物を入れることで少しだけ着こなしのアクセントになりますし、ネクタイがない分の寂しさというところをですね少し埋めてあげることができるかなと思うので、ストライプ柄のシャツというのは結構使い勝手がいいのかなというふうに思っています。で、襟型に関してもですねレギュラーカラーと呼ばれるような第一ボタンを閉めた時に襟の開きがそこまでないもの、これが一番オーソドックスではあるんですが、そういったものを第一ボタン開けて着るとですねあまり襟の収まりが良くないんですね。一方で僕が今着ているようなワイドカラーと呼ばれるような襟型のものはですね第一ボタンを開けた時の襟の広がりが結構綺麗なので割とですね収まりがいいんですね。ですのでノーネクタイ用のシャツとしてはこういったワイドカラーか、もしくはですね襟がちゃんと固定されているボタンダウンシャツ、この2択がいいのかなというふうに思っています。そしてこの着こなしに対してブラックのベルトですとか、ちょっと足元見えないで申し訳ないんですが僕は今回ローファーを合わせていますね。普通のストレートチップの靴も悪くはないんですが、やっぱりスーツに合わせるような靴なのでもう少しこのようなセットアップのスタイルにはカジュアル感があってもいいかなと思うので、僕はローファーを合わせるようにしています。まあ、靴に関してはもう少しきれいめの方がいいなという方はですねセミブローグと呼ばれるような少しだけ飾りがついた靴なんかも割と使い勝手がいいかなと思うのでお試しいただければなというふうに思っています。まあ、この着こなしというのが特に秋冬のベースになるかなと思っています。普通の春夏のクールビズスタイルだとかビジネスカジュアルであればこれにジャケットを脱いだ状態で完成になるんですが、まあ、秋冬に関してはジャケットを1枚羽織ってもらってこのような着こなしをしていただければ、まず最低限の70点ぐらいの着こなしは実現できるのかなというふうに思っています。ただこの着こなしだけだとちょっと面白みがないなとか、あとはちょっと肌寒く感じるなという方はですねこの後ご紹介する3つのコーディネートをですねぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。はい、ということでまず1つ目のコーディネートから解説をしたいなと思うんですが、先ほどのベースとなる着こなしがあったかなと思うんですが、そこにですね今度は丸首のニットを重ねて着てみました。
どうでしょうか。まあ、こういったスタイルであれば冬の寒い時期でも結構適用しやすいかなというふうに思っています。まあ、結構冬場の着こなしでシャツの上にニットを着るというのはですね、定番的なんですが、ニットには様々な選択肢があるんですね。例えば一番オーソドックスで皆さんが見慣れているものといえば V ネック型のセーターかなと思うんですね。まあ、そういったものもあれば、今度はですねカーディガンみたいなものもあります。そして今僕が着ているような丸首型のものもあったりするんですが、まあ、この3つの中で僕は個人的にはですね丸首のニットが好きかなというふうに思っています。まあ、V ネックも定番で悪くはないんですが、結構昔から流行っていたスタイルで、今見るとですねちょっと鮮度がそこまで高くないかなと思っていまして、そういった点ではあえてですねこういった首の詰まった丸首のニットを合わせてあげるのもですねちょっと新鮮さというところが味わえるのかなというふうに思っています。もう少し近くでお見せしますね。このような形で丸首のニットとシャツを合わせるんですが、注意すべき点はこのシャツの襟はですねニットの内側にしまい込むことですね。これがですね襟が外に出ていたりするとバランスが良くないので、しっかりと襟はですねニットの内側に入れ込むようにしてください。そしてニットの色なんですが、これはいろんなバリエーションがあるかなと思うんですけども、グレーですとかジャケットと同色のネイビーですとか、そういったものもいいかなと思うんですが、意外とブラックがですねシンプルで馴染みやすいかなと思うので、個人的にはこのような着こなしの方が好きかなというふうに思っています。あとこの着こなしをもう少しカジュアルに振るのであれば、あえてこちらのシャツを抜いてインナーを着た上にブラックの丸首のニットを着て、その上にですねネイビージャケットを着るという方法もあるんですね。そうするとこの襟がないので、よりスッキリとしたシャープな印象になりやすいですし、程よいカジュアル感というところが出しやすいので、そういったスタイルもですね皆さん頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあ、この着こなしに関しては割と使いやすいかなと思うんですが、この襟の詰まり方がちょっと違和感があるなという方は V ネック型でも全く問題がないかなと思いますので、そういったスタイルもお楽しみいただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートを解説したいなと思うんですが、今度はですね内側にモックネック型のグレーのセーターを合わせてみました。個人的にはですねこのスタイルが結構好きなんですね。先ほどまではですねシャツが見えることが多かったんですが、今度はシャツを見せないで襟元をすっきりさせるようなスタイルにしています。ただですね普通の丸首のニットではなくて、今回はですねモックネックと言われるようなもので、丸首のものよりも少し襟の高さがあるものを選んでるんですね。こういった襟型を選ぶことで少し旬な感じもしますし、秋冬らしいコーディネートが完成しやすいかなというふうに思っています。またニットの色なんですけども、ブラックですとかネイビーもいいんですが、今着ているようなミディアムグレーを着ることで少しだけ明るさを出すことができるので、意外とこのような色のニットもですねネイビーのセットアップには合わせがしやすいかなというふうに思っています。でこのようなジャケットの下に着るようなニットというのはですね、基本的にサイズ感に関してはジャストサイズを選ぶようにしていただきたいんですね。ここにトレンド感のあるビッグシルエットの考え方はあまり持ち込まない方がいいかなというふうに思っています。あくまで重ね着の中に使うアイテムとしてジャストサイズを選んだ方が収まりがいいかなと思うので、ぜひこちらもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。他にも中に着るニットの色を変えれば全然印象は変わるんですが、もちろんブラックでもいいかなと思いますし、こういったライトグレーも素敵ですし、ちょっと差し色的なロイヤルブルーなんかもですね綺麗かなと思うので、こういった内側のニットを変えてあげるだけでだいぶ印象が変わるかなと思いますし、先ほどまでのスタイルよりはこういったスタイルの方がややカジュアル感は強まるんですが、ちょっとスタイリッシュな印象も与えやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしをご紹介したいなと思っています。まあ、今回ご紹介する中では一番ですねカジュアル度が高い着こなしになるんですが、まあ、先ほどと同じようにですねネイビーのセットアップを軸としながら、今度は内側にはですねタートルネックのニットを着ています。こういった着こなしというのも秋冬ならではで、結構ですね最近はしている方も増えてきたスタイルなので、ぜひ皆さんにも覚えておいていただきたいなというふうに思っています。まさにタートルネックというのは冬を象徴するようなアイテムなんですが、こういったニットとジャケットはかなり相性がいいので、ぜひ皆さんにもお試しいただきたいなというふうに思っています。僕自身にとってはこのようなスタイルは結構新鮮なんですね。というのも僕は普段ですねタートルネックを着ることがほとんどないんですね。まあ、タートルネックっていうのは結構好きな方と嫌いな方がパキッと分かれるもので、僕はですねどちらかというとあんまり得意じゃないんですね。というのもタートルネックって首が覆われているので、ちょっとこの首の圧迫感が苦手という方も少なくないかなと思うんですね。僕自身も実際にそうで、ちょっとですね違和感はあるんですが、スタイルとしてはなかなかハマりがいいなと思って、僕の中ではちょっと価値観が変わった感じがしています。
で今回はニットの色ですね、ブラウンを選んでみました。こういった色というのはちょっとトレンド的なものなんですけども、着こなしを結構上品に見せてくれるので、なかなか雰囲気がいいのかなというふうに思っています。もちろん先ほど選んだようなグレーですとかブラックでもハマりがいいかなと思うんですが、もう少しですね、華やかさだとか今っぽさを出したいのであれば、今僕が着ているようなダークブラウンというのも選択肢の一つになるのかなというふうに思っています。まあ、こちらもサイズ感に関してはなるべくタイトなものを選んで、すっきりと着た方がバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。で僕と同じようにですね、ちょっと首元が気になるなという方はですね、先ほどご紹介したモックネックですね、これがめちゃくちゃ使いやすいですね。丸首のニットでももちろんいいんですが、それよりも今っぽくてなおかつですね、秋冬感を出すのであれば、丸首とタートルネックの間であるモックネック、これがですねめちゃくちゃ使いやすいかなと思うので、ぜひですね皆さんの好みですとかシチュエーションに合わせて、この3つの襟型というところを変えてもらえればなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではビジネスカジュアル秋冬編ということで、具体的なスタイルをですね皆さんに3つご紹介させていただきました。まずは基本的なノーネクタイのスタイルからご紹介しまして、そこからさらに具体的なものを3つご紹介しました。この中で皆さんに気に入ったものをまずは1つでもいいのでお試しいただければなというふうに思っています。まあ、今回はどの着こなしに関してもネイビーのセットアップというものを軸としましたが、ここにですねもう少し工夫を加えるのであれば、ネイビーのジャケットに対して下はグレーのスラックス、これを軸にしながら今回の着こなしを作るというのもですね結構バランスがいいかなと思うので、その点も頭の片隅に置いていただければなと思っています。なかなかですね、秋冬版のビジネスカジュアルというのはどういったものが正解なのかというのがですね知らない方が多いかなと思うので、今回の動画を見ながら少しずつ皆さんの好みに合わせて調整をしてもらうと、結構ですね周りの人との差がつけやすいのかなというふうに思っています。まだまだですね、秋冬のビジネスカジュアルというのは上手に着こなしている方が圧倒的に少ない状態なので、今日の動画を参考していただければ間違いなくですねおしゃれなビジネスカジュアルというところが作りやすいかなと思うので、ぜひ一つの参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルではこれからもですね、大人の男性に向けてベーシックな着こなしですとかアイテムに関してどんどん解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。